これはね、こういうマークの車があるでしょう。見て、6に分ける1、2、3、5に分ける。だけど4人分になっちゃった。あなたもね、4人分になっちゃった。3人でいい。じゃあもう1回このこういう線上に書いていけばいいじゃない。じゃあこっち、そっちは4人分だもん。こっちに書こう。難しいね。これだからこれ3人分でいいでしょ。じゃあ3人分分けるよ。3人分でビロン。じゃあ今度4人分だぞ。4人分で分けるよ。僕かけれる。おしまい。 OK。 さあ4人で分けるときはどうしたらいい。穴開いてやろう。あ、僕ちょっと開けといたな。え、僕もう分かんなくなっちゃった。4人で分けるよ。3個、うん、4人で分けるときはまず縦にざっと分けて、こういうの分けた人いたでしょう。はい、だよ。それから今度横を分けるよ。ざっくりと。これでどうだ。 OK。 どう？ OK。 こういうふうに分けた人、素晴らしい。これはいよいよ最後が難しい。6人で分けてみろ。やったやった。どれ見せて。それだったら大きいのと小さいのができちゃう。おお、面白い分け方したね。おお、この分け方先生ね、40年になるけど初めて見た。ほら1、2、3、4、5、6。でもこれが大きくてね、ここが小さいように見えるよ先生。これ大きいだろ、ここ小さい。これ喧嘩になるんじゃないかな、これ、ね、え、これ見て、ほんとこれが大きくてこれが小さいの。そうするとね、僕の小さいよ大きいよってこれを喧嘩になっちゃうんだよな。これはね、6人の時はね、これもそうなの。これが大きくてこう小さいだろ。これはね、6人の時はちょっとね、お母さんがね、どんな風にケーキ切るか今度見ててごらん。見ててよ。じゃあまずお母さんがケーキを作ります。お母さんケーキ作るですよ。いいか、お母さんケーキ、その時真ん中のとこね、ちょっと覚えておくといいんだな。そしてね、6人に切る時にはね、まず真ん中で切る、ザクッ。そしてね、あとはね、斜めで切る。こうするとね、6人に分けられる。ちょっとこっち数えてみるぞ。いい？もうできたの。数えてみるよ。1、2っていくよ、3。はい、1、2、3、4、5、6な、これは難しかった。これはお母さんみんな難しいですよ。あの 6で分けなって2年生でもできませんので、ほんと2年生の兄ちゃんでも無理だぞ。ちょっと種まきしておいてよ。じゃあこっち見てよ。お母さんがケーキを作りました。さあ皆さん、これからケーキを分けてあげるわ、言いました。これを3人で分けようと思います。そこで僕はケーキを3人で分けますよ。3人で分けますよ。大関さんいいか、杉浦こっち見てよ。いいか、よし。こういう風に分けました。こういう、先ほど岡崎さんこれに近く分けたね。でもこうするとね、ここが大きいんだよな、これどうしても。でこれが小さい。これじゃいけないよ。じゃあこれいいでしょうか、いけないでしょうか。これだとね、こっちがこの大きくなっちゃってね、これが小さくなって、でね、同じ形で分けられない。そこで先生は考えました。そうだ、こういうふうに切ろう。ザクッザクッザクッ、こうすればね、3人で分けられるね。さあ今度は4人で、2人かな、2人で分けるときはどんなふうに切るかというと、みんなストップと言ってよ。じゃんじゃが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 じゃ
それじゃあ今度は4人で分けます。4人で分けるときにはまず半分にしますよ。半分にしますよ。じゃんじゃがじゃんじゃがじゃんじゃがじゃんじゃんじゃん。まずここで切って、それから今度横に切るよ。ストップって言ってよ。じゃんじゃがじゃんじゃがじゃんじゃがじゃんじゃん。ここでいい？この通り。そうすると4人で分けられます。1、2、3、4、3。はい、1、2、3、4。2人で分けるときは1、2、3。はい、1人で食べるときは全部食べちゃう。取りすぎに注意しましょう。そこで今日は4人に分けました。いい？お母さんがこう言いました。ケーキを作りましたが、4つに分けた1つ分をあげるわって言いました。ここで新しい言葉が出てきますから覚えていい？覚えるときには先生に言ったこと何回も繰り返せばいいから。4つに分けた1つ分言ってごらん。4つに分けた1つ分。言えたじゃない。もう一回書くぞ。4つに分けた1つ分。4つに分けた1つ分。それもう少し早くいくよ。4つに分けた1つ分。4つに分けた1つ分。新しい言い方でしょ。もう一回書くぞ。おばさんいいか。4つに分けた1つ分。4つに分けた1つ分。お母さんのおっぱい飲んでる人は小さい声で言ってよ。4つに分けた1つ分。4つに分けた1つ分。本当？じゃあ先生のこと好きな人は大きい声で言ってよ。4つに分けた1つ分。4つに分けた1つ分。あんた先生の好きなの？じゃあ先生のこと大嫌いな人は大きい声で。4つに分けた1つ分。4つに分けた1つ分。みんな先生嫌いなの？そう。じゃあまあいいでしょう。じゃあお母さんのおっぱい飲んでる人は小さい声で。分かった？正直にやんなよ。4つに分けた1つ分。お母さんが4つに分けた1つ分あげようか。でもお母さんもうちょっと欲しいよ。そう言いましたらお母さんこう言いました。じゃあね、あなた今日いい子だから4つに分けた2つ分あげるわ。あげるわって言いました。増えたね。4つに分けた2つ分。4つに分けた2つ分。言えたじゃない。4つに分けた2つ分。じゃあこれは4つに分けたいくつ分でしょうか。3つ分。そう、4つに分けた3つ分。3、はい、4つに分けた3つ分。これは4つに分けた4つ分。4つに分けた4つ分。これは何て言えばいいでしょう。この赤いところは何と言えばいいでしょう。分かる人。半分。教えてくれる人。はい。半分という言い方じゃなくて、何てくれるか言われるかってこう言ってほしいんですがね。誰か教えてくれる人。小島くん。何だって？聞いたかみんな。もう一回言ってもらうからな。何だって？素晴らしい。みんな手叩いてあげてよ。あんた覚えておきたいで。素晴らしい。あんた見てみろ。2つに分けた1つ分。ディレクターじゃん。あんた言ってみろ。2つに分けた1つ分。おお、素晴らしい。あんた言ってみろ。2つに分けた1つ分。言えたじゃん、あなたは。2つに分けた1つ分。言えたじゃん、あなたは。大関さん言ってみろ。2つに分けた1つ分。言えたじゃない、鈴木くん。2つに分けた1つ分。おお、言えたじゃない、大場さん。2つに分けた1つ分。そう、言えた、斉藤さん。おー、言えた、杉浦くん。2つに分けた1つ分。言えた、よし。え、じゃあこれは何て言えばいいでしょう、これは。これはみんな言ってるよ。3つに分けた1つ分。何だって？3つに分けた1つ分。斉藤さんの句子ね、何だって？3つに分けた1つ分。尾崎さん何だって？3つに分けた1つ分。じゃあこれは何て言えばいいでしょう。3つに分けた1つ分。何だって？4つに分けた1つ分。じゃあこれはどうでしょうか。これは1、2、3、4、5、6。何だって？6つに分けた1つ分。何だって？6つに分けた1つ分。よく
くいった6個に分けた1つ分だよし、じゃあいよいよ難しくなってくる。丸い赤いおせんべいがお母さん何にも言わない方がいいですよ。お母さん何にも言わない方がいいですよ。それが良くない。そうするとね、もうお母さんのすごく気にするようになっちゃう。だから何も言っちゃダメ、何も言っちゃダメ。いい？赤いおせんべいあるよ。そうするとね、2つに分けた1個分をここで切りました。じゃあこれは何でしょうか。4つに4つに分けた1つ分。何？4つに分けた1つ分。そう、4つに分けた1つ分。お母さんも何も言わないでくださいよ。お願い。分かった？あの、一回パイプできると切れなくなっちゃうよ。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8。もう一回くださん。はい。1、2、3、4、5、6、7、8。じゃあお母さんもう一回大丈夫と思うか、後ろに。ね、その前に。ありがとうございます。じゃあ、皆さん、はい。1、2、3、4、5、6、7、8。無か？もっと思い切って出して。いいか、おじさん。思い切って出してやるぞ。気にするな。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8。これはどうして、なんて言ったらいいでしょうか。はい。え？竹田さん言った。もう一回言ってみろ。8個に分けた1つ分。正解！ 8 つに分けた1つ分だ。じゃあ問題、よく聞いててよ。お母さんがお菓子を作りました。こっちのお菓子は4つに分けた1つ分です。こっちは4つに分けた3つ分です。どちらが大きいでしょうか。4つに分けた1つ分の方が大きいか、4つに分けた3つ分の方が大きいか、どちらが大きいでしょうか。4つに分けた3つ分。こっち？こっちの大きい？じゃあ今度聞いてみようかな。じゃあ今度はこうしたらどうでしょう。いい？大関さんこっち見てよ。鉛筆置いてよ。気にするな。もうそれ置いてこいて。もう終わったもん。いい？こっちは4つに分けた1つ分です。これは3つに分けた3つに分けた1つ分だよ。3つに分けたんだよ。3つに分けた1つ分と4つに分けた1つ分、どっちが大きいでしょうか。どうした？4つが4つに分けた1つ分と、こっちの大きい？4つに分けた1つ分。こっちの大きい？3つに分かれた1つ分。どっちが大きいでしょう、これ。誰か意見を言ってくれる人いませんか？はい。坂田君。3つに分かれた1つ分。な、大きいな、これ。3つに分けた1つ分の大きいんだよ、これ。こっちはね、なんか小さい、これ。な？じゃあね、3つに分けた2つ分と、3つに分けた1つ分はどっちが大きいでしょう、これ。同じ。同じ、これ。同じじゃない。3つに分けた2つ分。え？3つに分けた2つ分。ミヤ君どっち？3つに分けた2つ分。3つに分けた2つ分のは大きい。これが難しい。これどっちが大きいと思う、これ。どっちが大きいでしょうね。3つに分けた2つ分の方が大きいか、4つに分けた3つ分の方が大きいかって。4つに分けた1つ分。1つ分じゃない。おい、大関さんこっち見るよ。3つ分。あ、何？3つ分の大きいな、これな。3つに分けた2つ分と4つに分けた3つ分、こっちの大きいんじゃないか、ね、じゃあ行ってみてよ。3つに分けた2つ分。3つに分けた2つ分。その時にね、ブンってのもっとね、ブワッと出して、ブン、やってみろ。おばさんやってみろ。ブン。そうそう、炎上するな。ブーン。ブーン。3つに分けた2つ、ブン。3つに分けた2つ、ブン。4つに分けた3つ、ブン。4つに分けた3つ、ブン。いっぱいツバが飛んでいく。でも大丈夫。ハンカチがある。これで拭けば。3つに分けた2つ、ブン。4つに分けた3つ、ブン。4つに分けた3つ、ブン。わあ。でも大きな声だよね、みんな。じゃあ大きな声出してみるか。後ろの人は大きい声出さないと届かないぞ。前の人の子に負けちゃうぞ。3つに分けた2つ、ブン。3つに分けた2つ、ブン。